どうも、愛知です。で、今回は受験が終わった方からの相談でございます。で、まあ、その相談に行く前に、受験が終わった方、まあ、高校受験、大学受験ね、終わった方、本当お疲れ様でした。で、結構、そのメールとかでね、その語学発表の、なんだろう、数字語学発表の、そのなんか、あるじゃん。それを取ってくれたやつとか、あとは合格、なんだろう、通知書っていうのかな。そういうなんか、書いてる。なんとかで語学しました、みたいな、書いてくれてる。その写メを送ってくれたりする方ね、多くて、本当ありがとうございます。やっぱニヤニヤするね。自分のことのように本当嬉しいんで、よかったら送ってください。で、今回何の相談かっていうと、受験が終わって、まあもちろん気が抜けますよね。これはしょうがないと思うんだよ。気が抜けるって。抜けて、何にもやる気が出ないっていう。どうしたらいいですかみたいな。で、相談あったんで、ちょっと喋っていきます。まあこれは受験終わってその大学進学、高校進学するまでに何をしたらいいですかって話にも関わってくるとは思うんですけど、まあ、主にね、中学生の方が多いチャンネルではあるので、まず高校受験から喋っていきます。で、これはですね、できれば復習しましょうって言いたいとこなんだよ。言いたいとこなの。なぜかっていうと、中学校で勉強した内容が、それが基礎になって高校の勉強が始まります。基本的にはね。だから、中学の勉強しなくなったら本当忘れるからね。いや、みんな今さ、展開の公式とかさ、因数分解の公式なんか出てくるでしょ。出てこなくなるから、これずっとサボったら。ってぐらいに人の記憶は忘れてしまうので、そうならないように復習はしてほしい。ですけど、それでも、やっぱり受験っていう、これを合格するっていう目標に走ってたからさ、それをゴールしちゃったんだね、一個ね。通過点なんだよ。ゴールじゃないんだよ、本当は。通過点なんだけど、してしまったからね、やっぱ気は抜けてしまうと。で、あれば、いい。一生懸命勉強しなくていいんですけど、1日5分でいいから絶対に勉強するっていう習慣だけはつけておいてください。勉強習慣っていうのは、まあ勉強だけじゃないね、他の習慣もそう。例えばダイエットの習慣とか、体を柔らかくするね、なんだろう、ストレッチの習慣とかもそうなんですけど、習慣ってね、身につけるまでめちゃくちゃしんどいのに、なくすのめっちゃ簡単なの。すぐなくなるから、習慣って。だから、まあ、みんなが今ある程度勉強習慣ついてるはずなんだよね。で、それなくしちゃうのってすごくもったいない。で、高校始まったら、もう中学とは全然違う時間サイクルで生活が始まります。全く違う生活。だから、最初始まった時に、めっちゃ勉強、高校始まったらすげえ勉強するからとか、マジできないから。できない。そんな余裕ない。時間ないし疲れるし、まあ、体力もなくなるしね。なので、5分でいいから毎日ちょっとだけ勉強するって習慣をつける。それだけで構わないから、何をやるか置いといていい。置いといて構わない。英単語1日1個でも構わない。いいので、1日ちょっとずつ勉強するって習慣だけは、なんだろう、消さないようにというか、勉強するようにしていってください。で、大学の方なんですが、まあ、例えば自分だったらね、教育学部、初等数学、初等数学科かっていうところに行ってたんですけど、まあ、小学校の先生のメインで勉強していって、で、特に数学が専門で勉強しますよっていう学科だったわけ。で、みんなも学部とか選んでいくでしょ？その勉強がしたいと思って入るわけじゃん。で、例えば、じゃあ、その入りたい学部が、高校のこの科目の勉強は使えますよって、まあ、つながる科目もいっぱいあるわけ。で、自分だったら数学がめっちゃ使うわけなんだけど、そのね、まあ、大学生入った時のギャップがやっぱり大きくって、自分数学すごい好きでしたよ。ほんと得意だったし、好きだったし、高校の時。大学で嫌いになったもんね。なった。嫌いになるまで半年かかんなかったもん。その解析学とか線形数学とかいろいろ数学始まるわけですよ。わかんない。わかんないんです。で、これは、呼び乗りのね、匠先生とかよく話してるけど、大学の教授っていうのは、授業のプロじゃないんですよ。研究者なんで、研究のプロなんだよね。だからみんなのみんなじゃないよ。授業がすごく面白くて工夫されてる先生もたくさんいらっしゃるんだけど、やっぱり下手な先生がね、ほんと下手。ほんと面白くないから、授業。そう。言い方がちょっとトゲがあるけど、でも事実なんだ、これが。で、しかも内容は一気に高度になっていくから、ついていけない。しかも日本の大学は単位が取れれば、それで卒業できるし。だから ABCD とかってランクが出てくるの。通知表みたいな感じでね、単位出てくるんだけど、A でも B でも C でも D も単位取れてるんだわ。もちろん評価は違うけど、単位取れれば卒業できるし。そう。だから別に適当に当てても単位取れりゃ一緒みたいになってっちゃうわけ。まあ、なってたら人間だから俺が。そう。だからね、今この時点でなんか勉強しておかなきゃいけないっていうことは自分はないと思ってる。もちろん、例えばね、さっきの呼び名のね、匠先生の授業、この専門科目使いそうだからやっていこうかなとかいいと思う。ほんと彼の授業はわかりやすいので、見て、興味ある方は見たらいいと思う。でも、もし、そのね、勉強内容うんぬんでとかはちょっとわからなかったら、自分は大学で何がしたいかっていうのを明らかにしておくといいです。それはサークル何やりたいかとかそういう話じゃないの。
みんながこれから過ごす4年間でどうなっていきたい、どういうことを体験したいって、それは大学の中だけじゃないよ。自分みたいに大学に行ってたけど NPO に参加して、なんかいろんな企業の会議に参加したりとか、それはやりたかったことだから、自分が当時だから、そういうこともやってたんで、いろんなことができるから大学生の間って。だから大学生活4年間使ってどういうことをしていきたいか、4年後どういう風になってたいかなっていうのをしっかり考える期間で、今時間を使ったらいいかなと個人的には思いますのでね、ぜひぜひ思いますのでねって欲しいね、ぜひ参考にしてみてください。